ロマン・イグナツイ、フランチシェイク・ポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、作家、伯爵、クレメント・ビツェ及びオレシンの領主。1773年より、王官僚初期間、1778年より1782年まで、常設評議会議長、1783年より、王官僚区内副長官。 1791年より1794年まで、王官領区内長官を務めた。スタニスワフ・コストカ・ポトツキの2位。リトアニア砲兵隊長官のエウスタ・ヒポトツキ伯爵の長男として生まれ、啓蒙主義者だった両親の方針で、ワルシャワの貴族学院で教育を受け、後にローマに留学して、進学と法学を学んだ。 1772年から1791年まで世界最初の教育省である国民教育委員会の委員を務め初等教科書協会を主催した。また1773年、大官僚区内長官スタニスワフル・ボミルスキ構の長女エルジュビエタと結婚したことによりチャルトリスキ家の指導する党派ファミリアの一員に迎えられた。ポトツキン一家と ファミリアとの結びつきは、1776年の、弟スタニスワフと妻エルジュビエータの妹、アレクサンドラとの結婚によって、さらに深まった。1780年代以末までに、ファミリアの事実上の党首となっていたポトツキは、当初は、国王スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキと敵対していた、ものの、四年議会の時期には、国王と連携し、新派閥、愛国派を率いて、 改革運動の中心的存在となった。また親プロイセン派の一員として、1791年のポーランドプロイセン同盟の締結に尽力した。そして1791年には5月3日憲法の共同起草者の一人となった。ロシアの支援を受けたパルゴビザ連盟が勝利して5月3日憲法が廃棄されると、ポトツキは共和国から亡命した。 そしてフーゴ・コー高音隊や弟スタニスワフラとの協調5月3日憲法の制定と崩壊を発表してロシアと結託した主球派マグナートたちを非難し5月3日憲法の採択は独立したポーランド国民が持つ正当な権利であると主張した1794年にコシチュシコの放棄が発生するとポトツキはこれに参加し放棄側の臨時政府である 最高国民評議会の評議員となった。放棄が失敗に終わると、ポトツキは、ロシア当局に捕らえられて投獄された。1796年に解放されると、ポトツキは、ガリツヤに移り、歴史研究に余生を捧げた。ありがとうございます。